そうですね、まずは去年の雪辱を果たすべく、XCR クラスの中では もちろん1位を狙っていきます。まあ、これだけ上手なバンバ選手でも去年2位っていう悔しそうなのを知っているので、頑張って何かできることがあればと思って一生懸命頑張りたいと思います。タイヤの信頼性が高いのは僕は十分分かっているので、それを信じて全開で攻めたいと思います。This now in the from the Hokkaido Rally and the first time in the rally race in the Japanese. Now it's really exciting and very happy in the easy event, a big event in the Japanese. But in the special state, in the really nice and location really nice in Hokkaido really nice. I'm really happy. Yes. すごくね、やっぱり懐深いんですよ。だから当然アスファルトからダートからマッドからすごくワイドレンジでね。快適に走ってくれるんですね。目標は全力で落ちずに完走です。長年横浜さんがやって培ってきたオフロードレースというカテゴリーの中で信頼もできるので、僕は今安心して使ってます。レッキーさせてもらってペースノートを作りながらすごく楽しくあっという間に過ぎたので、本番もすごく楽しんで走れるかなと思っています。ジムニー仲間が増えたことが、一番嬉しいです。 XAT だとなんて言えばいいんだろう、噛むような感じなんですけど、 AT4 だと柔らかく包んで滑らないような、そんな印象ですね。
車が今年新車になって変わったのは大きくパワーなんですよ。排気量は一緒なんですけれども、トルクが少し増えたので、あのコーナー立ち上がりからの脱出の、まあ、パワー感っていうのは、まあ、明らかに去年より増しました。で、去年まではフロントデクを入れてなかったっていうのがあるので、今年からフロントデク入れたのでパワーが上がり、脱出のこの引っ張る力が増えたっていうのが、まあ、一番の大きなポイントですね。あの車自体のパワーにやっぱりタイヤが負けてしまうと車って前に進まないんですが、 XAT はあのブロックがすごくトラクションを稼げる構造になっているから、本当にどんなカーブでも安心して加速できますし、例えばちょっとマディなところに突然出くわしても、やっぱりこのショルダーからのこのグリップ感もしっかり得られて、なんかそういった意味では本当にラリー中なんか不安の要素は全然なく、全然なかったです、うん、本当にずっと安定してたので安心してノートが言えます。なのでそういった点ではやっぱり XAT 良かったなと十分に思ってますいろんな要素がある中、ハイアベレージで安定して走れる、でそのハンドリングの正確さというかナチュラルさですよね。あのそれがやっぱり一番大きな武器かなというふうに思いましたね。まあ、今回初めて AT4 入って、まあ、ATX とも違う乗り味なんですけども、とてもなんかなんて言えばいいんだろう、滑らない気がします。すごくいいなと思います。This state, I think we, all state, you know, I think really is good high for me, really high for me. But in the not same in Thailand, Thailand in the learning car in the short not have the really not the more high speed. This the really Hokkaido in the really speed is more high speed. That's really really fast.I think this for the good experience for the Thai people, for the Thai driver at the Goja, I think this come to the for the this big event in the not same in Thailand. I think this I can think but this driver Thai can join the for the experience, this good experience.横浜